10月17日に地元神戸にサッカー日本代表戦を見に行きました。久保選手や伊東純也選手、遠藤選手など有名選手のトップレベルのプレーを間近で見ることができました。チームも 2-0 で勝ち、とても良い思い出になりました。チロさんは最近このレベルは高いなと思ったことはありますか？このレベルは高いってなんだろう。あ、でもサッカーの日本代表で言うと本当にレベルめちゃくちゃ高いと思う最近。いやだってすごいよね、本当に世界的なトップチームの選手たちもいっぱいいるし、いや僕のあの応援してるリバプールにはね、遠藤航選手が所属していて、まだプレー時間はそんなにあの多いとは言えないけど、間違いなくリバプールのサッカーにフィットしそうなんで、もう本当に今後もねめちゃくちゃ期待してるんですけどもね。代表戦見に行ったんだ、羨ましいな。ねえ、そうだよね、僕この日はあのライブだったんで見れなかったんだけど、久保選手がねスタメンだっていうことを聞いて、わあめちゃくちゃ見たいと思いましたけども、はい。